いや、大楽しかったですよ、ほんと。ねえ。うん。いや、すごいありがたいです。ああ、いえいえいえ、ほんと。ほんと、楽そう、なんですかね、こういう駅伝でもなかったら、こんな真面目に取り組まないですもん。上手くなった気がします。あ、そうですか。はい。だって、あれですよね、お誘いしたとき、あの、対人大会お誘いしたときって、全くなんかやり込んでなかったんですよね、確かね、あのとき。何回かクリアしたことがあるぐらいのもんでしたね。ねえ、でもなんかすごいですよね。吸収早いですよね。あ、いえ、これそんな言われたことない。ええー、そうなんだ。言われたことないです。もうずーっと下手だ、下手だって言われて、もう。あ、始まってたんですね。始まりました。また言われますね。じゃあ2周目行きまーす。自分のアノロンのところまで。ちょっと、はい、あ、じゃあ1区始まりまーす。パチ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 。とりあえず1区だね。1区の順番ってどんな順番なんだっけ？最初、はい、デーモン。ちょっと、ガーゴイルですよね。ガーゴイル、月光町。月光町か。ですね。月光町、バオリさんですね。バオリさんか。バオリさんですね。下に書いてあるから見とこう。お手洗いに行ってきても。あ、行ってらっしゃい。か、行ってきまーす。お花摘みだよね。よいしょ。じゃあ、第1区、走りまーす。よいしょ。あー、間違ったー。かわすつもりだったのに、邪魔者が。どうもいらっしゃい、皆さん、どうも。ありがとう。あれ、持ってないんだっけ？あー、買うしかないんか。めんどくさいな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ！痛いじゃないか。おー！よいしょ。痛い。あー、死ななかった。よいしょ。よいしょ、ただいまおかえりなさい。よいしょ。よいしょ。出て。あれ。よーし。これムービースキップの準備ってしといていいんだっけ？一区の人って、ちょっと聞こう。クロノさんに後で。一区じゃないけど、もし、はぐれに行くときにカラスさん呼ぶでしょ？あそこって、一回も行ってないとムービーが始まるまですっごい長いんですよね。そうですね。そう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 。でも一回かがって。うん、だから、一回行っておいていいのかどうか。そうですね。うん。こう人間性もらっとこう。なんかやってるといろいろちょくちょくこう、わかんないとこ出てきますね。うん。あー、あれ買ってないんだ。アクトリさんどうする？もう最初から行く？それとも、アクトリさんの2区から行く？じゃあ、1区全部走り切っちゃった方がいい？じゃあ、2区からで。はい、じゃあ。1区なんで。シャシャッと行きます。はい。いや、緊張するなぁ。トッシーさんのプレイで目が超えたリスナーさんに、トッシーさんとこのリスナーさんに私のプレイを見られるの恥ずかしいなぁ。
恥ずかしい。でも、システムだから、アクトリさんのことず、あ、そっか、ボス戦は、じゃあ、アクトリさんに全部やってもらおうか。あー、どうしよう。緊張するなー。緊張するなー。どうしよう、千の古城とかで落ちたりしたら。ちょっとごめん、買い物しますね。ガーゴイルじゃない、あの人のために。絶好調、絶好調。絶好調。絶好調、絶好調のために。絶好調。はい、私も今、走って戻らなきゃいけないんで。え、どこにサイン書いたらいいんですかね、これって。え、どこだ。え、最初誰だっけ？ヤギさんです、ね。肉の人って。え、ヤギが最初？ヤギが最初ですね。あ、そっか。ヤギだったら、階段降りて、階段じゃなくて、なんか、あれがあるでしょ？なんけ、はしご、長いはしご降りて、はいはい。で、ちょっと下の方に行ったところ、時に、少し広場があるのわかります？あー。あそこだったら見えますね。あ、わかりました。よいしょ。よいしょ。こんな感じですね。これなんでこう脇がって呼ばれるようになっちゃってるんですか？全くわかんないですね。全く心当たりがないです。ねえ、なんでそうなったんですかね、ねえねえ。全然知らないです。ほんとおかしいですよね。嗅いだことあるんかって。ほんとそうだから。そうだよ、ほんとだよ、嗅いだことあるのか。そうだよ、なんだったら来るかほんとー気がとけ。今日めっちゃ我慢してると思わない？ゲップ。私ずっとビール飲んでるんですよ、滑りながら。ちょっと待って、めっちゃ、はいはい、減ってる。弓矢がすごい減ってる。ええ、嘘。いやー、痛快ですね。痛快ですね。嘘だー。よいしょ。ちょ、ビール2本目取ってきます。嘘だ、恥ずかしい。大丈夫です。私も今日そこで死んだから私と同レベルですよ。そうですね。仲良しだね。はい？仲良しだね。そうですね。ちょっとビール取ってきます。ひどいな、もう。あ、人間性99にしてないんだ、これ。あとでしよう。よいしょー。よいしょ。よいしょ。よいしょです、ね。じゃあ、2本目いただきまーす。あ、どうしようっていうのもおかしいけど。乾杯。乾杯。はーい。あ、これもらっとこう。よいしょ。あー、美味しい。でも最近気にして、糖質ゼロなんですよ。はい、あー、わかる、それ。でもお店だと、そういうのないでしょ。そうなんですよね。そう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 。あ、そんなめったに。あ、2周目って何？上の人を倒しといた方がいいのかな？え？すごい食らうんだけど。倒さずにやってたんですか？そう、そうだよ。弓矢にやられたんだよ、さっき。倒さずにやったことしないんですよね。だってそうじゃないとタイム縮まらないさ。そうなんですね。あ、そうやってるんですね。そうそうそう。ほら、すごい減ってるでしょ。何も当たってないでも。へぇー。これで倒した。オッケー。わー。
よいしょ。あ、どうもいらっしゃい、みんな。いや、だから、ここでパチパチするの失礼でしょって。あ、ありがとうございます。え、なんで失礼なの？いや、俺じゃないですか。え、嬉しくない？シーさんにとって。パチパチとかやられると嬉しいよ。本当ですか？いや、でもなんか、前言われたんですよ、うん。このボス、何回戦ってるんだ、お前。今頃パチパチされて恥ずかしくないのかって一回リスナーさんに言われたことがあって。え、全然恥ずかしくないよ。あ、本当ですか？うん、って言ってくれたら嬉しいぞ。あ、とても心が澄んだ。ありがとう。解釈で。一回恥ずかしがれって、さ、ズビキコットだぞって言われたのが、私やたらと聞いちゃって。へぇ、気にしようがないけど。パチパチってお前それは余裕で倒せてもう何事もなかったかのように走らなきゃいけないだろうって言われて、へえ、そうなんだ。そうなんだ。全然気にしたことないよ。え、だってそんな思ってパチパチしてないんじゃないの、みんなも。どうなんですかね。あ、でも多分そうは思ってないでしょうけど。そうですよね。ピュアな、みんな、リスナーさんピュアですもんね。心から、すごーいってやつですよね。そうそうそう。こっちから行こう。よいしょ。で、ガーゴイル行って、違う。え、ガーゴイルだっけ？最初。そうですね。ガゴさんですね。ガーゴイルの後が、確かに。この人降りてくるよね。降ってくるんか。ちょっとめんどくさいな。よいしょ。かわいい虫が来たりかな。よいしょ。オッケー。よいしょ。よいしょ。かわいい女子でーす。よいしょ。ありがとうございます。声はドブなのに、心は綺麗とか。はぁ。声も心も綺麗だよねー。わかんない。マジ、心よ、汚れてるような気がするけどな、自分で。よく言われるのが、グロいゲームばっかりやるなんて、どんだけ心がすさんでいるんだって言われるよ。あ、別にする、多分関係ないですよ。私なんてリスナーさんにパチパチしてもらったことを恨むんですよ、リスナーさん。私の方が真っ黒ですよ。あれ、ちょっと待って、これ気持ち悪いって言われますかね、これ。これリスナーさんにまた慣れ合ってキモいって言われる。私の方が汚れてるよ。私の方が汚れてる。うざーい。いや、年ちゃう。綺麗だよみたいな。面白いね。うそ。はい。そんな笑うんですか。面白いね。何よりですけど。低レベル言われてる。イエーイ。ほんで、これ、かがってなかったから、RTA の人たちってかがらずにやってるのかな？どうなんですかね。どうなんだろう。わかんないか。今、かがらなかったけど、わざと。でも、戻るときそういえば難しいね。こっから戻るのって。ああ、そうですね。この人たちいるし。あ、でもあれ、私、ジャンプで。仕事上からジャンプでこっちに行けるけど。うわー、そうやるんですか。私も、コッパみじんにするの超気持ちいいです。これはびっくりした。落下地名で。あれ？トッシーさーん。あれ？遠い。
はい。あれ？トッシーさん、遠い、遠い、あれ？はい。スカイプか、スカイプかかな？ちょっと遠いです。スカイプじゃない。あれ？遠い、声が遠い。あれ？声が遠い。声遠いですね、あれ？放送も遠いの。そうかな？放送はどうなの？あれはもう、今別に一句やってるとかじゃないし。はい。はーい。誰も答えてくれないんですけど、あれ私の耳が遠くなった。そうなの。いや、絶対小さくなったから。あ、二人の距離が遠くなったんだって。なるほど。それは、あり、それはあり得るかな。それはあり得ますね。何これ倒、ん？これ倒した後にどこ行くの？え、月光町？倒して三人羽織でおしまいですね。あ、これ倒して三人羽織？そうです。オッケー、月光町行って三人羽織。はい。オッケー、オッケー。よいしょ。あ、そっか、やたら時間かかるなぁと思ったのは、はい、5時で死んだんか。5時で死んだんだったわ。まあまあ、あるあるです。あるある。私今日、あれです、自分の区間3回死にました。え、3回かな ?2 回だっけ？あ、見た。それくらい死にましたよ。え、鈍色でだっけ？ヤギで1回、ドンちゃんで1回、アクラグで1回、3回です。あー、1個ずつやられたんだ。1回ずつ死にましたね。なんかポケベル世代とか言われてますよ。ポケベル世代？ポケベルなんて生まれた時なかったですよね。ポケベル？ポケベル。ポケベルって何？ポケベルってどういう機能がついてるんでしたっけ？いやー、私もなんか全然わかんないですね。あの、メールが送られてくるだけなんだっけ？メールですらないんですよね。なんか確か、暗号みたいなが打てる。暗号？そうなんです。暗号みたいなのが送れるんです。確か、なんか、番号で。番号が送られてくるの？番号でなんかこう、そう、数字だけ遅れて、その数字でなんかこう、当て文字を書くみたいな？文字じゃないんですよ。数字でなんかこう、暗号みたいなのあるんですよね。え、文字じゃないの？そうなんですよ。数字なんですよ、数字。え、あの、ピッチとかみたいな感じじゃないの？昔のなんか。じゃないですよ。全然。そう、知らない。あの、フリスクあるじゃないですか。フリスクぐらいの大きさですよ、でも、ポケベルって。そんなでしたっけ？見たことないですか？見たことないかもしれない。でも、私の方が知ってるはずだよね。そうですよね、年齢的には。知らないんだけど。あれ。これトッシーさんとぼけてるだけだから多分これ。とぼけてないよ。周りに持ってる人いなかったんじゃないます多分。あーですかね。私はいた。田舎すぎて。ん？あーポケベルですら普及してなかったってことですか。うん。あーそうね。いやいや、またそんなことないです。ポケベルは多分ね。まあね、一回で倒せなかったこの人降りてきたとき。っていうか、やたら、あれだね、騒音とかだったら、魔法防御高いから防げるけど、この盾魔法防御低いからすごい食らうね。あらら。はい、これで殺せるわ。しまった、私白サインの準備してたんですけど、亡者だった。それはあれだわ。帰りまーす。帰るの？
ちょっと、かがり火に帰りまあ、いらっしゃい、みんな。壊れかけの、来たって、あ、そうなんだ。もう、なんて読むんそれ。なくそう、壊れかけの。ない単語多いですよね。なんか読みにくいのあるよね。ねえ。どうもいらっしゃい。不相も、どっちですか？不相も結局、斧槍なんだか不相なんだかって感じですよね。不相っていいんじゃない？わかんない、わかんないけど。斧槍って言ってる人が多いじゃないですか。わかんない。でも、漢字変換したら不相で出てくるよね。あ、そうなんですね。やってみたことないんですよ。失敗した。これ落ちても死なないと思う？死ぬんじゃないですか。あ、死ぬね。回復しといてよかった。ふそう、それはあれですよ。戦艦ですよ、戦艦。どうかしました？え？こっちにかがっておかないと。ああ、なるほど。よいしょ。字が違う？何の？不相ですね、不相。戦艦。あ、そう。戦艦不相と、うん、戦艦不相とこの斧槍の不相で漢字が違うだろうっていうツッコミをしてくださいました。へぇー。なんかやったあとな、どっかしました？へぇー、なんかよく意味がわからないなぁと思って、まあいいやと思った。カンコレの、カンコレ。あ、カンコレ知らないです。そうですよね、あ、そうですよね。やったことないもん。カンコレ、まあ、カンコレはやらなくても知らないですしね。そうそうそう。そうなんです。ナイス。カンコレってあれ技術とかいらないですしね、実際。そうなんだ。適当になんか。カードゲームでしょ？カードじゃないんですけど。カードではないんですけど。なんかカード型になった。あーっていうんですかね。人たちを雇って遊ぶやつでしょ。雇って遊ぶ。ちょっと育ててで、なんかそうチームを作って、もう適当に敵に向かわせて、もう適当って言ったら怒られる。なんか向かわせて、やつもう、任せっきりなんですよ、戦うのは。なんで、こう、ダクソみたいな。シミュレーションゲームか。あーっていうんですかね。わかんない。俺なんでこんな女の戦いって言われるんですか？全然本当にそんなんじゃないですよねって言えば言うほど多分皆様はね、悪い方向にも考えると思うんだけど、全然本当に私たち本当に仲いいですからね。それはどうかな？なんでだからそう。だからなんでフォローしようっていう時に限ってそういうこと言うんですか？よいしょ。うん。よし、じゃあ行くよ。ペーン。いや、だから喧嘩とかしませんしね、もう。仲良しだから。喧嘩もう喧嘩ばっかりだわ。だからね。間に合わなかった。何ですか、もう、本当にもう。はい、いた。しねーい。うわぁ。うわぁ、またコカメンだった。はい。はい。じゃあ、肉に行きまーす。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。あ、でも大丈夫、多分間に合います。
今何飲んでる？ください。今カロリー。カロリー、はい。でも中って意外とアルコール高いですよね。え、これすごい低いよ。いくらですか？ 3%。 おー、低い。でしょ？私のいくつだ？私の朝日スタイルフリーは、6。スタイルフリーは、あれどこに書いてあるこれ。あ、いいですね。かわいい。私かわいい。あ、自分に言ったのか。あ、そうです、そうです。そうです。私が飲んで、4% のビール飲むなんてかわいい。って言ったのか。そうです。でしたはいはい。で、か、オンラインにしないといけないのか。あ、そうだ。あ、そうだ。あ、そうだ。私は、これ、あ、オンラインになってるよかった。よいしょ。え、じゃあ次枠から、アクトレさんと合同2区走りますね。多分アクトレさんの方が、ショートカット知ってると思う。どうでしょうね。あら。闇村って。ヤギ。はいはい。何、闇村？鈍色クラーグか。そうです。離れゴーレム。はい、そうです。ゴーレム？ゴーレム入ってますね。あー。アノロンのとこか。アノロンの直前ですね。あ、オッケー。はーい。よし。じゃあ、待ち合わせしましょうか。はーい。あれ、このキャラは間違う、本番のキャラが間違った。ん？あれ？ん？何ですか？ん？え、何ですか？って言ってたんですよ。なんもないですよ。あ、本当ですか。なら、何よりです。はい。うん、もうなんか分かんなくなってきちゃったね、はい、意味が。そうですね。初見さんどうもいらっしゃい。そしたら、ヤギのとこで待ち合わせか。そうですね。はい。こっちだね。ヤギのどのあたりにも、ね、あ、さっき言ってた、その階段降りて、ちょっと下の方に行ったらね。はい。あれがあるんでしょう。なんか少し、広場があるから、だから、ヤギの方の階段に降りるか、上の道の階段に行くか、あ、はいはいはい、なんか森の方の階段に行くかみたいな、なんか分かれ道あるでしょ？あそこの広場。はーい。そこで待ってまーす。誰を取り合ってるの？リスナーさんだよ。よいしょ。OK。なんですか？って言われた。一人の微妙な敬語が距離を感じるって言われてる。アクトレさんね、そう、なんかちょっとね、遠慮してるんだよ。これ死ぬんちゃん、これもう一回来たら死ぬんちゃん、もう一回来たら死ぬんちゃん、これ。だって、私14歳ですもん。こっちかって13歳だわ。じゃあ、焼きそばパン買ってこいよーですね。はぁ？あ、ここね、ここ。あ、はーい。はぁ、指ペロない。あら。